あんたはそんなにバカチク。逆バカチク。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 国家。はい、今日またこれいいじゃないですか、もうね、そうデニム柄じゃないですか。デニム柄言われてる。デニムやから。まあデニムやけど柄がデニムじゃないか。何やほら。何すんねやおい。やりましょうよ。やりますよ。ワイドショーはもういまだにわけのわからんことやっとるな。そなんでそんなことは言えるんですか。じゃあ俺ね、腹立つのがあれなんですよ。なんかのほら事件があるでしょ、はい、で容疑者がいるじゃないですか、はい、これね、その容疑者をなんかこう悪く言いたいわけですよね、うん、こうなんか悪く悪いやつでしょっていうのを、うん、こう視聴者にアピールしたいわけですよ、うんうんうん、その時に絶対なんか何々容疑者はっておどろおどろしいこう曲をかけてね、高級会社を乗り回しあれで、おばちゃんとかは悪いやつやな。女のケツを追い回し。それは悪いやん。いや別に悪ないやんか、彼女誰してんのとか2、3人ナンパしたらもう女のケツを舐め回し。いや舐め回したらあかんねん。そんなこと言い出したらみんなそうなんですよ。右折左折を繰り返しそれは本人次第やん。ワイパーを出すだけでは飽きたらずボンネットまで調べる始末こんなおばちゃん見たら悪いやつやなってなるんですよ。いやでも実際もなんか悪いことしてんのか、そんな言い方されても構わへん。いや悪いことしてるかもしれん、でもそれと会社に乗ってんのはまた全然別じゃないですか、うん、で高級会社を乗り回し言うたらね、もう頭ん中でね、うわっなんで鈴くん前にお前寿司の下やったみたいな。だからそうイメージしたのはお前だけやん。いや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 、誰もみんなそんなイメージないがな。ね、やめてほしい。俺はほんまにね、いや、見たとき、そら煽って見せんと、テレビっちゅうのは。でコメンテーターとかもどっから連れてくんのか知らんけど、青ばっかり連れてくるやろ。それはわからない。俺もうテレビの前で一人で怒ってたんですけどね、最近の中学生が怖いとか言う、まあまあそれはまあ多少そうなんかなとも思うでしょ、うん、ほんならね、コメンテーターのおっさんがね、うん、それはねアメリカとかと考えたらあれなんですねとか言いまして、日本のね今ね子供たちとね親との距離が空きすぎてるわけですよとか言うわけですよ、うん、まあそれはまあまあええがな、うん、アメリカなんかはねもっと距離が近いんですよ、うん、アメリカと日本の子供どっちが立ち悪い思っとんねん。何やのこの感覚。お前だけのな。みんな何もないよ。今俺めちゃくちゃええこと言うたんちゃうんか。なんか気づいたら肩外れてたみたいな、なんかここ切れてるみたいな、知らんうちに血出てるみたいな、この感覚は何なんや。何やろ何やろ。そうでしょ。でも何がいいな、アメリカと比べたらあかんやん。アメリカの方が絶対悪いやん。日本の子供の方が明らかにまだ常識あるやんけと俺は言うとるわけですよ。ああなるほど。拍手やがれ。回されたってな。こいつ何しとんねん。みんなにしたら。なんで俺はまあこれは拍手になってるやろ。なんで俺は自分で巻きかけた。巻きかどうかも分かれへん。腹立ってもううわーとなるわけですよ。わかるけど。ね、それをね言うたやつはそいつがアホやからしゃあないです。そのコメンテーターがアホやから。でもそれを周りの司会者をまとめて って言うてるやつらをもうそれは何やねんアンドルモゲーとこうなるあのねこれねなんで違うんですよ。この感じでアホならボケと言いたいんですけど言えないんです、はいはいはい、だからそこはまた考えてください、はいはい、これ本当は言うてるんですよ、はいはいはい、漫画で言う、はいはい、うん、そうそうそれをやっぱり終わってから「はいお疲れ様でした」言った時、そのコメンテーターをやっぱりねプロデューサーでも読んで、うん「お前はアホか」
言うてやらなあかんわけですよ。言うてやらないかん。なんかいいこと言うたみたいな。ほらいかん。周りも、プロデューサーも。何やその空気というの。なんで、なんかアンケート調査みたいな、街頭インタビューしてるんですよね。うん、一人ってね、でね、俺もまたこれ一人でテレビで前で怒ってたんですけどね、うん、ね、住みたい街のベスト10とか言ってやっとるんですよ、うん、ね、うん、ね、ね、街頭インタビューどこですか、うん、とか言うわけですよ、恵比寿とか言うよ、うん、そんなアホみたいな顔して、まあまあアホみたいな顔してるんですよね。ほらね、あの、どこに住みたいですか、一人の女、うん、ね、田園調布とか言って見え張っちゃった。これ見え張ってるか。どこに住みたいかを聞いとんねん。ねえ、それ今なんて言ってんの。アホかお前。ああ、それもアホかお前は。でしょ。どこに住んでるんですか言われて、ああ、ほんまはそんなとこ住んでんくせに、田園調布、嘘嘘ごめんなさい、ああ、田園調布なんか住んでないんです、はいはい、見え張っちゃった、ああ、これならわかると思う。ああ、どこに住みたいんですか言われて、田園調布、見え張っちゃった、お前見え張っちゃったの意味分かってんのかよ。何してんの、何してんの、突っ込んだらいいか、突っ込んだらいいか、何してんの、突ってんのかい、突った。運動せえよ、これぐらいで釣るんやったら。もうこんなんで釣るんやろ。昨日や、びっくりした、腹立つよ、びっくりした、うん、あのね、キムと二人で車乗ってたんですよ、うん、でバーってこう走ったらね、うん、あのウインカー出して入ろうとまではいかんねんけど、うん、まあできたら入りたいなぐらいの感じのやつがいたんですよ、うん、ベンツですよ、うん、でもどこまでも入れれるもうタイミングじゃなかったんで入れなかったんですけどね、うん、ほらもう信号赤でからあのパッと真横に止まった形になったんですよ、うん、何だかパッと見るじゃないですか、うん、ほらね、若い女なんですよ、うん、あれちょっといけんじゃんとか言ってたんです、うん、でフィーンって窓を開けてあったんですよ、僕やらしい。それは何、まっちゃんやで。そんなんじゃないんですよ、ほんまに、うん、ほんならね、向こうもね、ウィーンと開けたんですよ、うん、ね、はい、まあ、こっちにしたら正直、うん、恋の始まり。ウィーンと開けたらびっくりすることを、予想外のことを言われたんですよ、うん、何見てるんですか。自分漫画やったらバラ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 。いや俺ね、女にそんなこと言われたことないから。お前まっちゃんやで、何見てるんですか。いや俺ね、誰にメンチ切ってんねんみたいなノリじゃないですか、それって。さっきからお前誰にガン垂れてんねんみたいな話ですよ、はいはいはい、もうびっくりしたんですよ、はい、キムが何も見てへんがって言うたら、向こうもう笑いながら、ずっと見てたじゃないですか。めっちゃおもろいやん。いるやろお前も。せやけど、うん、絶対嘘やん。もう俺横に女乗せてても絶対見てまうもん。ごっつ腹立つのがもうね、こう、うわ良さそうやな思ったら、ちょうどね電柱で最後まで見えんとか。どんなタイミングやねんって。あるある。やっぱり見とんねんやないか。それなんて言うてんの。やっぱり見とんねんやないか。あ、やっぱり見とんねん。今までに数々の有名人の出産に立ち会い、安室の出産にも立ち会う予定の松本さんに質問です。今度妻の出産に立ち会うことになりました。しかし何分初めてのことなので、どうしていいのか分かりません。出産の時一体どうしたらいいんですか。あんた今まで誰の出産に立ち会ってるんですか。いや今急に頭にポンと出たんで、これは言えいうことかなって、なんとなく言うたんですけど、もうその誰に立ち会ったかはいいです。あのね、もういないですから。どうせあなた立ち会ったんでしたっけ。立ち会ったって言ったって別に僕も待ってただけですからね。ああ、何、中まで入ってへんの。入ってない。なんで入れへんねんな。なんで入んねんな。やっぱり何が何って言うてもね、はい、不安なんですよね。うん、
ったらやっぱり立ち会ってあげるべきだと思うんです。一番いいのは僕は、うん、旦那が取り上げてあげることが本当は一番いいと思うんですね。ほう、旦那が自ら取り出してあげることが本当は一番いいんですけども、それは医学的な知識がないとできない。だから僕がやるとすれば、僕は二人羽織でやろうかなと思って、あ、後ろに先生、君の後ろにこう先生がこう来てて羽織をこうして、あ、もっと左左左とか言って、あ、そこ花や花や、痛い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 とか言ってメスここにブサー、なんでメスやねん。やったらいいなと思いますけどね。うん、だやっぱ安心するじゃないですか、嫁さんも旦那にやってもらってるっていうことで。まあまあね、それはやっぱりなんだかんだ言うたって嫌ですよ、見ず知らずのおっさんにすんごいとこ見られるんですよあれ。自分らほんまええ加減にしや、すんごいとワンダワダワダワワンダワダワダワ、しゃあないかな。いまだに父親と一緒にお風呂に入るという松本さん、なんか付け足さなあかんのか。浜田さんのお父さん健五郎についてもっと詳しく教えてください。またまっちゃんは健五郎と何か思い出はありますか。あるか、そんなもん。あれやないか。僕はね、東大元暮らしっていうのはこのことかなと思うんですね、はいはいはい、で、あなたは健五郎の息子であるがゆえに、はいはい、逆に健五郎の素顔を知らないってことがあると思うんですね。で、意外と僕ぐらいの方が健五郎のいろんなことをやっぱ知ってますね。例えばどういうことですか。3年ぐらい前に再会したんですよ。ちょうど健五郎が親父狩りをされてたんです。面白い。健五郎親父狩りされてたの。やめてくれんかね、やめてくれんかね。お前それ偶然見たね。そんなあんたのやつに、あれもう40人ぐらいに囲まれて。何してんの。何したら40人に囲まれる。もうこっちでガーン蹴られ、こっちでガーン蹴られって言ったから、おいおいおい待て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 言うて、もう何も泥だらけですよ。誰が。そのおっさんは。おっさんで健康だよ。後で健康で、ああ、そうかそうかそうか、泥だらけでもう靴ももうこんなんなってる。何されたらこんなんなお前ら、こんなことお前ら靴もボロボロになっとるやないかいって聞いたら、最初からそうやったって。ねえ、パタパタ言わしながら大阪から来よったんか、こうやって。お前告訴すんの。ほい、まあまあ待て待て言うてね、大丈夫ですか言うて、でも家連れて帰って風呂入れて4回洗ったかな。ほんで泊まってください言うて止めて、朝起きたら折れへん、財布はあれへん。じゃ待て。返すわあれね。あ、ほんまに、うん、4500。ちょ待て。お前財布なくなった言うてんやないか。あと車もなくなってましたから。駐車場にうんこしてあったもん。多分あれはもらうでってことやと思う。健五郎の存在をそこに残したかった。国家。なんか客が元気あるんでしょうかないんでしょうかね。いや、あるんちゃいますか。前説が悪いんかな。前説。いや、だってね、今日ココリコで出た時もね、うん、普通ね、普段ね、うん、もっと毎週ね、うん、わーってなるんですけどね、はいはい、今日ココリコで出た時もなんか、はぁみたいな。あ、リアクションも悪かったんや。リアクションも悪いんですよ。俺らの時も大したことなかった。大したことないでしょ。え、誰見に来たよ、お前ら。大したことないんですよ。山崎。いや、山崎は見に来てないでしょ。
山崎出たいやーだ、それはないわだってあの今度あいつライブ一人でやるんですよ、一人でライブやるんですって、300人か400人ぐらい入るとこで大冒険やね、今ねチケットね25枚しか売れてないほなここで終わった時にちょっと売ってみるとかしたらいいかな。これはすごいことになりますよ。もうね4月の何日やってもほんでね、しょうがないからってなんとかせなあかんってね、修学旅行生を100人入れるんだよそれ紅白歌のベスト10やわあんたな、あんた古いいまいちわからんかっただけどやるんでしょ。やるみたいですよ。中止はないわけですよ。中止はないんですよ。また払い戻さなあかんから、25人も。これ大変やで、25人も。まあね、まあこんなこと言いながら僕はあいつのライブを専念したってるこの優しさみたいな。いやいや、なんやねそれは。別にそれは普通でええんちゃうか、なんやねん。まあまあね、みんな言うて、友達とかに。何を言うねん。何を言うねん、友達。まっちゃん、今日も優しかった。本当にまあそんなんなんですよね。ね、全然話変わりますけどね、うん、僕ね、ちょっとキャラクター変えていこうと思ってるんですよ。どういうこと？あのね、僕ね最近ずっと思ってたんですけどね、やっぱりねガキを見てる人にしたらね、うん、僕はねやっぱ印象があんま良くないんですよ。何の印象？なんかね理屈っぽい感じがするんですよ。誰が言うてんの？いや前から雰囲気思ってたんですけど自分で書いた何やそれ、それ誰かに言わん。いやほんなら怒れへんから言うて、ちょっと理屈っぽいな松本って思ってます？思ってるでしょうね。いやそれはない。いやあのなんていうの、あの、うん、みやんみたいな鬱陶しさはないと思うねんな、うん、話はよ進めろやっていう言うイライラはないわ。あ、そう、うん、俺はそれはないと思う。あ、じゃあお前俺のこと大好きなんやようやくすると大好きっ子なんや。まっちゃん大好きっ子なんや。まっちゃん大好きっ子かな。じゃあもうまっちゃん大好きっ子 T シャツを着てもらおう。いや、あるならね。あ、あるなら S。 いやサイズまで言われてもそれならいいんですけどね。サイズがじゃあもうぶっちゃけた話しますわ、はいはいはい、もうぶっちゃけた、はい、もう隠し事嫌いやから、はいはい、俺理屈っぽないかってね、うん、ちょっと彼女に言ったんですよ。いやだからそれを言えんてね。ほんなら、うん、いややっと気づいてくれたのねみたいな。これはあかんな。うん、理屈あのね、うん、なんていうのかね、あのこれは僕のいいとこでもあるんですけども、はい、人の気づかないとこに気づいてしまうんですよ、はいはいはい、それでぐちゃぐちゃ30分ぐらい言ってしまうんですよ。なるほど、ね、結局ね頭がいいんですよ僕はね。だからそうなってしまうんですよ。あの一つ欠点はな、そういうことを言うやん平気で。いやでもこれは僕彼女好きやって言ってたけどね。いや例えばなんですけど、薬ってなんやねんと、うん、こう僕は思ったんですね、うん、薬、風邪薬ってあるでしょ、うんうん、風邪薬っていうのは風邪を治すものですよね、はい、ということは薬という言葉の中には治すという意味が含まれてるわけです、うん、なら、眠り薬ってなんやねん。眠りを治す逆ちゃうんかでしょ。眠らない薬にしないといけない。そうでしょ。君の彼女言うてること正しいな。選手も言うて俺カットされてたからもっぺん言わしてもらうけど。何をやねん。逆セクハラって言うでしょ。ああ何やねん逆セクハラって、はいはい、ね、はい、逆セクハラっていうことはやね、ああセクハラというものは男が女にすることやと決めつけてるから女が男にしたら逆セクハラって言うんでしょ。ああそれはわかるよ、ね、それはわかりますよ。でも
もそれを言うんだ、うん、それはそれでええわい、うん、ということはお前らはセクハラは男から女にするもんやともう決めてもうてるわけですよ。ああ決めてる、ね、ということはセクハラということをお前らは認めたことになってしまうんですよセクハラしてもいいよって言うてるのと一緒なんですよ。いやそれは聞いてんねん。吐かせろ。セクハラって何っていうポーズを取っとかないといけないじゃないですか。いやでもそれはもう知識の中入ってるやん。セクハラってこういうことやのもうみんな分かっとるんだ。どういうこと？セクハラっていうのはどういうこと？じゃあ教えてじゃあ君教えて誰に言うてんねん、うん、新潟出身の君が教えて顔で判断するの。あ、ごめんなさい、今のもごめんなさい。でも新潟でしょ。違う、そうやって言えや。ほんなら笑いが3倍にも4倍にもほんならこっちも銭がバンガンバンガン入ってけ。そんな怖いのりまで金やってるのか。ギャラがドッカンドッカンまあそんなんでね、ちょっと、僕はキャラクターを変えていこうと思ってる。いや、分かれへんよ、それ今のでどこにどう繋がんねん、キャラクターがっちゅうのは。いや本当にどう変えたいの、うん、だからあークールクール&スマートで行きたいミント帽みたいないやだから具体的に言ってもらうと分かるどんどんコロンとかも振っていくしあの風呂上がりにはこうパンパンパン柑橘系で行きたいあわやこいつ、うん、あ今日は別にあ、臭いな。うん、臭いな。これ何もつけてへんから、もうすごく臭い。豚の背脂の匂いします。最悪や。これを。最悪の人間。で、これをやっぱ変えていきたい。柑橘系にしていきたいという。うん。うん。あ、やっぱりまっちゃんが通った後は柑橘系だねって、やっぱり言われたい。局の人間に。の人間に言われたいね、うん、僕が通った後は柑橘系でふわーなって、うん、もう OL もスカートひゃーみたいなの天才松本さんありがとうございます。松本さんが考え言い出した、サブという言葉がありますが最近では芸能人や素人がサブというのを耳にしますがどう思いますか。今度はどんな言葉を流行らそうと思う。あのね僕はね本当に今の前も言ったことあるかもしれないですけどもね流行語のねなんていう子沢山幸せそうやなあのね、はい寒いっていう言葉これは正直言いましょう別に僕が作った言葉じゃないんですけども、うん、なるほど、これはもともと関西芸人用語なんですけども、うん、これはねあんまりみんな使わなかったんですよ、うん、それを今これだけ広めたのはまあこれ何を隠そう、うん、この松本人志人志松本の剛腕なんですよ剛腕言葉の使い方おかしいなそして僕が一番言いたいのは最近特に耳にするんですけども逆切れってよくみんな使ってます、はい、これは明らかに僕が考えた言葉ですからね。ああそうなんですかね僕はなんか本来なら切れ怒られなあかんのに、うん、逆にそれを防ぐがためにというか、はい、逆にこっちから怒るのをなんかいい言葉はないかなってしばらく探してたんですよ、はいはい、そうや逆切れやと、うん、落ち葉が小川のせせらぎに流れていくのを見て思いついたんですよ関係あれいや僕もなんで関係ないそんな思いつかんのか分からへんねんけどもこれはもう間違いないです。ああそうですか、まあ、まあいろいろ考えたとね、うん、ただ今後はどんな言葉を流行らそうと思いますか。これはねあのやっぱりその時その時の僕の、うん、なんていうのがねこれは僕に聞くよりもむしろ僕の魂に聞いてほしいなと思いますね、うん、僕のソウルに聞いてほしいなるほど。松本さん松本ソウル松本ソウルさんお電話ですと庭に入ってますと
出るわけやな。今こんなん考えてるから声流行らそうと思うとかそういうことじゃないわけ。そういうことなんですよ。ああ、もうその状況にパッと出てくるのが、その状況にならないと、あの、わからないんですよ。なるほど、状況になってみない、状況になってみないとわからない。うぃそのまま、渋谷行ったらもうみんなもう、だからあの、僕を追い込めば何かが出てくるから、そしてそれが流行るという。お前の先から、これも流行る、これも流行る、そんなんばっかりやん、そんなんばっかりやん。何してんねん、何してんねん。これは流行るよ、皆さん、何してんねん。これはね、もう聞いてないよ以来の拳ですからね。何してんねん。普通ね、はい、こういうブーム流行る言葉っていうのはね、そのできる瞬間なんて見れないんですよ。ね、そういえば流行ってたな、いつ頃から我々は耳にしたんだろうっていうことで、そういうたら言い出したなっていう、まさに今卵の殻を破って新たなる生き物がですよ、卵の殻をピキピキピキ破って、何してんの。とっておきのマル秘未公開トークをどうぞ。ベランダにね、はい、まあまあマンションですけどね、うん、僕の家のベランダにね、うん、毎晩、うん、最近、うん、猫がね、うん、来るんです。それで黒猫なんですけどね、はいはいはい、もう立派な大人なんです。黒猫なんや。黒猫がね、はいはいはい、家の方にこう、まあ、来るわけですよ、はいはい、でまあその相手見るんでしょう、黒猫も、はい、でね、僕餌をやるんですけどね、うん、そのまあ餌相手も猫飼ってるわけじゃないんで、うん、あのカツオ節とかあるものだけをね、こう、うん、まああげるわけなんですよ。一人暮らしでカツオ節あるよ。まあまあいろいろ出しとらなあかんからね。そんなこた料理作れへんやろ。でそれでかわいそうなことにその黒猫の前足がね、うん、ちょっと怪我してるんですよ、はいはい、でもうまあその言うても猫っていうのはなんていうんですかね、人間っていうのは少しこう臆病になってますわな、はいはい、その足怪我したらもうどっか人間にやられたんかもわからない。あんまさ分かれへんけど ねだからこう1メートルぐらいからこっち来ないんですね。はいはいはい、でまあこう餌でこうちょっとでも近づけようとするんですけど、やっぱりこう怖がってるんです。笑いながら話しかけたりもするんですけど、やっぱり猫なんか怖がってる。 なんとか早くこう捕まえてね、あの病院に連れて行ってやりたいなってすごく思っててね。終わりかい。なんやねん。ふらー。いやいや、これを言うとね、なんかすごくいい人ぶってるみたいになっちゃう。さっさと言えよ。そんな長いこと長いことわけわからんこと、僕が結局何が言いたかったかというと、松本ね、そういうとこあるぞっていうのを家帰ってみんなに言うてやらしいね。やらしいね。それはまだ言わんでええや、今ここで。だから今日皆さん家帰って友達とか電話して、まっちゃんと浜ちゃんどっちが優しいと思うってまず聞いて、というのはっていうことから、今あったような話をあのもうしたらええ、したらええ、もうしたらええ、あれ猫殺したったわ。そうですよね、あと動物いっぱい殺した。いや、殺してない。Ladies and gentlemen、 日本で今一番モテる男は誰ですか。ああ、まあまあいろんな人の意見がねあると思うんですよね、うん、で誰やと思いますか。まあ今は、うん、まあ、代表的なのが反町ですか。はい、反町、うん、はいはいはい、あと誰や、うん、あの一緒にドラマ出てた、あんな濃いのは誰やねん。いや、反町と何や出てたん。ああ、
竹野内。竹野内。はいはい、うん、ほんで、他誰がおんねん。あと誰？ん？何がキムタ？木村拓哉。やっぱそれやと思いますか。うんそんなとこでしょう。それはね大きな間違いなんですよ。あ、そうですか。いいことを教えてあげましょうか、はい、例えば抱かれたいとかあるじゃないですか、うんはいはい、ああいうデータのちょっとした、うん、あのミスというか謎があるわけです。なるほど。僕はそこを完全に見つけてしまいましたね。おうほうほう。例えば木村拓哉を好きやという人が一番多いというのと、うん、一番モテるっていうのはこれ別なんですね、うんうんうん、なるほど。木村拓哉が一番好きやっていう人が一番多いだけのことなんですよね。でもそれはでもモテてるってことにはならない。ならないんですよ。木村拓哉が嫌いやっていう人もそれにまあ反してやっぱいるわけなんですよね。でもそれは分かりますけど。ということは、うん、結構ね10位ぐらいが一番モテるんですよ。好きやっていうこと自体はもうモテてるっていうことじゃないのかなっていう。違うんですよ。まんべんなく愛されてるのが一番モテてるわけなんですよ、うんうん、ああそうなん。でも一番を狙わなくても、うん、この人のこと嫌いやっていう人がどんだけ少ないかなんです。いやいやまあまあそれも分かんねんけどね、へーへーへー。ただ単純にでもこうやって、活字で見るとみんなはやっぱり1位になってるってことは、うん、あこれモテてるっていうかね、うん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 、そういうことになるじゃないですか、うんうんうん、一番好きなんやと、うん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 、なるほど。っていう評価にはなってしまうじゃないですか。誰も10位が一番モテるとは誰も思わない。はい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 、うん、じゃあ、俺の負けやね。完全にやられた。あ、もう完璧にやられてんねん。全くその通りだよ。いや、でもね、そうかな。でもこうやって見るとそう思ってしまうでしょ、普通は。そんなにモテんやろか。そら言うたって、そら街歩いて歩いててもうわーって寄っていくんやから、みんな。うん、言うやろな。絶対言うって。いや、お前ら今そうやって言うてるだけやって。実物出てきたら言うって。うん、それは俺もそう思う。芸能人テレビで見てんのと実物とも全然違うし、うん、桂小金治でもそこそこかっこいいよ。テレビで見てるよりは、いやいや、テレビで見てるよ、いやいやいや、いや、テレビで見てるよりは、いやいやいや、意外と顔ちっちゃいとかあるんだ。でもそれは顔ちっちゃいだけでかっこええとは思えへん。テレビで見てるより、いや違うよ。これはどうでもええねんけど、いや、それはちょっとあるんですよ、やっぱり。そうでしょ。それは絶対ありますね、うん、ダウンタウンを今日初めて見た、今日初めて見たっていう人ね、こんだけいるわけですよ。まあ、そりゃそうでしょ。なんだかんだ言いながら今までテレビで見てて、今初めて生で見とるわけですよ。生で見た子どっかなのよこれ。ね、もう彼なんてポーとなってる。あ、彼かい。何でお前男しか見んねん。もうすごいことになってる。バックバックしてる。いや。いや、ほんまにどっちか分からんぐらい。ああ、そういう意味ね、うん、まあ、だからやっぱり生っていうのは、うん、まあ、分からへんかな。それと、はい、あれなんですよね。何ですか。意外と嫌なやつやって思ってる印象のやつが、うん、普段パッと会った時に優しかったりしたら、コロッと、ああ、それは変わる。変わるでしょ。俺なんかイメージ悪いやんか。うん、なんかね、喫茶店行っても「はよ旋回こら!」とか言いそうでしょ。ところが俺なんかこうファッと行ったら「どうもありがとうね」って。そんなやっぱウエイトレスエプロン取るもん。取って何すんの。え、何のために。そっから先はあれやないの。でもね、なんかね、会う子10人中ほとんど10人かな、まっちゃん普段より優しいねみたいなこと言うな。あれでっかい独り言やな。ペットにキリンを飼って3年になるという松本さんに質問です。はいはい。私もキリンを飼いたいと思っているんですが、うんうん、いつどうやって散歩をさせているんですか、うん、そして餌は何をあげたらいいんですか、教えてください、うんうん、はいはいはい、これはよく見破りましたね、それは。見破ったというか、どこで聞いたんでしょうね。あ、ええ、どれぐらいの大きさなんですか。もうまず、本当に飼ってるのかどうか俺に確認取らんでええんか。もうなんかハガキを完全に信じて、うん、俺は飼ってるって言うもんやとお前は決めつけてるやんか。うんうんうん、それっておかしないか。買ってるか買ってないかまず俺に聞いてから話していかなあかんちゃうんか。もしかしたら俺買ってないって言うかも分からへんのに、なんでお前はどん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 そうやって一人で行こうって。違うんか。
それは違うんか。それは手を抜いてるということになるの違うんか。まず買ってるか買ってないか、けまあよろしい、すいません間違えました。ペットに犬を飼ってるって、まあ、ハガキ来てるんですけど、これあの飼ってはるんですか。飼ってます何でええやんけそのまま言っといたらええやんけ。キリンっていうのはね、いろいろな種類がいましてね、みんなキュリンっていうのは、キュリン、はい、キリンでしょ。まあまあ、うん、まあ、じゃあみんな分かりやすくキリンでいいですわ。キリンを、はい、いろいろな種類があるんですよ。キリンっていうのはね、実はああ見えて、種類っていうのは何、あのそのみんながみんなでかいわけじゃないでと、ちっちゃいのもおるとか、まあまあそんなもいますしね。あ、なるほど。で、あの反転模様をやって、水玉模様をやってみんな持ってるかもしれませんけども、はいはいはい、あのそればっかりじゃないし。で、おたくさんが飼ってるのは、うん、どういうようなキリン、どういうようなキリンっていう、大きさはどんなんで、どんな模様。ああ、そうね、大きさがどれぐらい、まあでもここ入れたらマジほとんど正面につくぐらいまでの首の長さ入れりゃそうなるんじゃないですか。何、実はいやいや、からこれキリンの話まだいけるから、これいやいや、あんた乳首立っとんねやから、もう乳首立ってるもんいやいや、買ってるってあんた、それどこで買ってるんですか。どこで買ってるってどういうこと。家の中入らないでしょうが。入りますよ、僕どこ吹き抜けですもん全部。そんな高いの。高いですよ、うち。あ、そう、ええ、まあそれはそうなんやろうけど。散歩させている。散歩させてますね。近所を散歩してる。まあ、近所とか湘南あたりとか。それ湘南動物やな。いや、じゃなくて浜とか。散歩ってどうするんですか。犬やったらほら、うん、こう鎖持って、はい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 、やるじゃないですか。まあ別に話しててもいいでしょうけど。どうやって連れていくの。まあまあ大体はこう。いや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 。それ何、どこ？どこ？顔です。顔。こんなでかいやつ。顔ってこっち離れるじゃないですか、体そこで。まあでもここで喋るからね。でもこいつにしたらめっちゃしんどい散歩やん。なんでですか。こいつこんな状態やん。いやでもいいじゃないですか、キリンはそれでいいんですから。ええかどうかお前に分からへんやろかい。なんやどこら。なんで殺すんねん。なんで今裸足で蹴ったんやろ。お世辞を言うことが得意だという松本さんに質問です。まあね。次の場合のお世辞の言い方を教えてください。はい。友達が髪を切ってきてあまり似合っていないとき。こんな別にお世辞なのか言うことあるか。あのね、はい、僕はあの腹立つのが飛行機乗っててスチュワーデスがあの着く頃にね、うん、ぜひこの皆様とまたお会いすることを心より。絶対嘘やん。知らんねんもん、みんなのこと何にも。今度会った時に、ああの時のって言えへんやん。ああいうのはね、全然ね、あの礼儀としてなってないわけですよ。逆に失礼なんですよね。あ、そうですか。ええ、失礼言って言われた俺ら別に何も思えへんがや。例えばお前に、うん、あ、自分男前やなって言うと失礼でしょ。いや全然失礼ちゃうやん。おそんなやっぱりって感じやん。そんなわけないやん。どう考えたってやっぱりいいやんか。男前ですねって言うたって失礼なんですよ。なんでやねん。舐めてんかっていう話じゃないですか。そんな感じは思えへんけどね。だから相手の悪い部分をもう言うてやるんです、うんうん、なるほど。それなんですか。髪切ってきてね、うん、似合ってない時はあるじゃないですか。はい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 、はいはい、そういう時はどういう言い方したったらいいの、うん、まずね、その髪型おかしいよ。でもでも、うん、そんなお前が、うん、俺はもう好きだって。それはそれは何のフォローやねん。それ全然フォローになってへんわ。
何ですか。ダメですかね。友達の家が狭くて汚い。ああ、お前の家狭くて汚いぞ。何だこれ。言うてやんねん。くっさい家住みやがってボケ。さっき言ったらあかんがなんだこの家は。うん、だけど、うん、こんなお前好きだ。友達のお父さんとお母さんが仲が悪いのが見え見えの。お前とこの親とお母さんは仲が悪いの見え見えじゃん。ほらぶっさいくな顔しやがって。だけどなあお前好きだ。話しようか。天気もずっと悪いです。ああ、そうですね。嫌ですね。嫌ですね。むしゃむしゃしますね、こういう時は。う、首とか痛なってくるね、やっぱ天気悪いとね。あなた持病いろいろありますもんね。いろいろはないですよ。首とかケツとか。まあケツはね、ケツはそうですけど、大田区さんはない。僕だって何もないですもん。こんなにすごいですもん。立派なボディーです。プニョプニョやな。プニョプニョ。お前な、それほんまにやめろ。なんでやろ。お前な、これ二度とオンエアでぷよぷよって言いますよ。イメージ悪すぎるわ。全然ぷよ、そんなもんね、触ってね、あ、人は知らんわけやから、触ってうわぷよぷよや言うたら、あ、まっちゃんぷよぷよなんやなって思うじゃないですか。全然ぷよぷよじゃないやん。いやぷよぷよやん。俺もし箱の中身は何だろうなの中に入ったら、触ったやつはサイって言うよ。それはそれでザラザラ。何かあった時はもう俺の胸板を渡って早く逃げろって言うの。なるほど。あ、それは分かるけど。いや本当にそれぐらい硬い。それぐらい硬いですから、うん、そのほんまやめてください。どんどんその無駄な。いや 力入れてみんな。何がいいの。ここに力入れてみんな。いや違うわ、力入れろよ。待って、うん、あのね、じゃあ言うとくけどね、はいはい、絶対お前の方が中年の体やで。せやろか。俺なんかもうモナカみたいやもん。あ、びっくりした。アイスモナカみたいだ。あ、こう腹筋がすごいですよ。腹筋ほんまにほんまに、こうやったらパキって割れるかもわからんぐらい。申し訳ないけども。あ、そうですか。うん、じゃあもうやっぱりね、あ、昔言ってたね、家にあのこういうのこうたとかなんか。自分なんかした方がええで。うん、豚になってくると俺は今豚と一番遠いとこにおるけどね。いやプニョプニョ。何すんねん。何すんねん。自分あれやで、若い時の写真とか見たら細いね。俺はね、太ったり痩せたり太ったり痩せたりして激しいけど、あんたこんなやで。昔のあの VTR とか写真、宮を進むの。あれは、違うんですよ。違うんですよ。それはあなた大間違いですわ。なんでな。あなたは知ってるでしょ。はい、僕ね、もともとね、太ってたんですよ。そうでしょ。いや、それでもデビュー当時、20歳ぐらいの時にちょっと太ってたんですよ。うんうんうん。でも僕は自分では全然太ってるなんて思ってなかったんですよ。僕はって、まあ、僕はね。あ、そうそう、はい、でもあの頃は僕は言ってました。太ってるからね。太ってるからね。いや僕はね言ってました。何やったらチョコボート。もうええわもう。ほいでコンビってこれね、おかしなもんなんですよ、はい、売れるとね、うん、まあもう浜ちゃんやまっちゃんやって言われるからいいじゃないですか、はい、でもね売れる前ってね、うん、雰囲気で言われるんですよ。ダウンタウンの大きい方とかね。 はい、ある時あの頃ね、ダウンタウンの太ってる方って言われる。これには俺は大打撃を受けました。ピキーンになって関節おかしなってそれ言われてから。でそれで痩せようと思ったんです。なるほどなるほど。でもやりだすと意志が強いんでね、はい、あのガン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 痩せていって、うん、50ね。いやいや、だからこんなんやったで。そうそう、あの頃だって53キロぐらいやもん。うん、今って今が55やからね。それはないわ。それはない。それはない。それはない。豚キャラはやめようや。いや、俺別
に豚キャラにしようとはしてないね。昔そうやったよなっていう話をしてる。ほんまの豚いうのはね、うちの藤原みたいなの豚っていう。まあな、あいつこの間 NK ホール向かう途中、はいはい、一緒に乗ってたんですよ。あいつ助手席に乗したないんですよ、うん、なんでかっていうと、雨降りは特になんですけど、うんうん、車が曇るんですよ。前もそんなことあったんです。なんかガスが出てるんですよ、体から。出来たてかお前は。もうね、何にも喋ってへんのに、あいつの周りだけうわーおい。お前また曇ってきたぞ。申し訳ないです。ねえ、あいつ暑いんやろか。暑いんやろな。太ってたらそうなんねやろか。やっぱ太ってる人間っていうのは熱を持っとるんでしょうね。ほんで、特になんていうの、曇ったらあかんって思うと、うんうん、どんどんエキサイトして気持ちがね、曇ったあかん、曇ったあかん思ったら、もううーわーって。ああいうのを豚って言うんですよ。僕はもう全然そんなのない。いやいや、別にだから豚とは言うてへんが、昔はこうやったなっていう話をしてるだけやん。昔ともそんな変わってないと思うけどね。ね、じゃあでもね、一つ言うときますけどね、例えば腹出てるとかね、はいはいはい、言うじゃないですか、うん、でもね、腹はみんな出てるぞ。これは言えてる。俺は24から出てた。じゃあはっきり言いましょう。反町隆史でも腹出てる。出てる。あいつらはテレビ出るときちょっとグフーってやってるんですよ。これ何、全身にこうすから、やっとるんですよ。まだ若いからね、そのぐらいのなんか意識がある。そんなおもろいぞ。あ、もう大丈夫。あいつらね、やっぱりね、気合っとるんですよ。あ、人気商売やから。はいはいはい。もう反り待ち。わかるわかる。もう楽屋の時はベーロー。本番お願いします。だから反り待ち。そお疲れ様でしたやったらさーバーンって大福なんで大福やん。そんなもんやねん。まあな、そうプラスや。若い頃はまだそれぐらいの余力があるんですよ。そうまあでも僕は豚とは一番遠いところにそういう意味ではいますから。はいはい。僕はもうガリガリ名刺持ってますから。おっと、新しい言葉がいます。ガリガリ名刺。ちょっと楽屋にあります。ちょっとカバンからガリガリ。大物ミュージシャンは普段何をやっているのか皆目見当もつきません。スターは例えば井上陽水や長渕剛は今この瞬間どこで何をしているんですか。こういう話はいいですね。そうですか。やっぱり世間の人たちはそういうとこ興味あると思う。そうなんです、うん、それは道歩いててそうそう会えないじゃないですか、うん、でもまあ井上陽水とあの人はまあわりかしなんていうんですかね、うん、なんか普通じゃないですか。はいはいはい。だからそんな変わったことはしてないと思います、ね、あ、そうですか、ほんなら長渕剛は、ああこういうのあんまりね、プライバシーの侵害っていうかあれですからね、あれですけど、まあまああればっか言われても。まあここだけの人には教えてあげたら、ほら、まあ編集するとしてよ。はいはいはい、うん、ちょっと待ってください、ね、うん、ちょっと見通してみますから。何ちょっと長渕剛を呼んでみますから。ああ、分かった。ごめんなさい、今新しいボケに入って。今までなかった感じやから、ね、みんなで見てみる。うんうん、ああこれ新しい。おい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 、ああそうなんだ。分かった。餃子のタレを作ってます今。で、酢が多すぎたので醤油をもうちょっと足そうかなって悩んで。あのね、これも完成上がるとこなんですけどね。カモのヒナは卵の殻を破って最初に見たものを、親だと思うそうです。ああ、それよく言いますね。それにも限度があると思います。限度？一体何までが親と思う義理なんですか。何までがってどういうことですか。
生き物ってことでしょうね。ああそういうことか。例えば、はい、殻がパカッと割れた時にですよ、あなたがいたとしましょうよ。はい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 。ねえ、うん、あなたのことを親と思いますよ。あそうですか。うん、なんぼ体臭きつくてもきつないやん、うん、じゃあきつないでええけども。いや違うよきつない。お前なさっきのぷよぷよと一緒やぞお前。そんなん言うたらお前みんなわし体臭きつい思わない。お前何すんねんお前。ぷよぷよって言うな言ってお前のとこピー入れます。どこにぷよぷよのとこにピー入れます。ほな体臭きついも入れてくれ。入れへん。そんなもん入れるか。なんでやねん。ほな私を見て、うん、親と思うわけね。その話なんですよ、うん、そうなんですよ。じゃあ俺は思うかっていうと、うん、俺のことも思うでしょう。なるほど。彫りの深い人やなとはまだ人間やったらいいんでしょ。早い、うん、こと言うたらお前ね、お前一人 お前の中で巻きかかっとんの。お前はね、俺と相方の俺と喋んの邪魔くさい。違うな、一人ずつ言うていったって結局人間やんか。オッケーな。じゃあ犬、はいはいはい、バカピヨッと、はいはい、ワンワン言いますよ。ワンってワンってどういう意味やん。怖いな、うん、まあええわ、お父さん。ええやん。犬もええねん、うん、だから犬はせー一緒にやらんかい。犬はせーやれや。せーも合わせろや。犬はせーやれや。なんだよお前。それでも相方か。相方の端くれか。ほな魚は。魚、金魚鉢かな。あ金魚鉢ね、はいはい、あはははは、うん、金魚鉢、うん、あわかりました、うん、じゃあやってみましょう。はい。ピキ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 。お何よ、えらい長いうんこ引きずっとるな。いつまで長いうんこ引きずっとんねん。まあええわお父さん。いいんか。金魚もええんかい。金魚はやれ。あ金魚はええねや。いや金魚ええじゃん。政府をやれや一緒に。政府俺はお前と政府がやりたいから今こうやって。それやる気なやったらもう帰るわ。そこははっきりせえ。今後やることになるんだと思うわ。無礼や今。それないんやったらもうないで。ゴキブリは。おお、いいとこ来ましたね。ありがとうございます。なかなかこれをお父さんと呼ぶのは難しいんじゃないでしょうかね。なるほど、やってみましょう。お前のさじ加減一つやピキピキ。なんか古い漫才みたいな。国家感じですね。なんか久しぶりにね。先週はほらあの何何、うん、兄さん来てもって。兄さんの誰ですか。兄さんって誰ですか。ああ兄さんね。兄さんあのボケほんまね。なかなか消えなかったですよ。でも消えてるよ。あ消えてるな。あいつアホやであれ。マジでついてたからな。だからね。そうですか。まだ留守電入ってましたですけどね。うちも入ってた。入ってたでしょ。もう当たり前みたいに無視してありましたですけど。まあ、ね、まあ俺も無視したけど。無視した。怖いですから、ね。あれ追って出たら何を言われんねやろ。あれ留守電やからまだなんかちょっと可愛らしいこと言っとるやんあいつ。ああはいはいはい。俺何回かあるよ。パッと出たらもしもし、うん、もしもしあっこやけど、うん、ピシッて切ったことない。いやいやいや、それは何ですかやろ。いやなんか電波悪うてとか言うて後で。いやそやった。ええ言うてピシッて切ってよ。
それあるやろ、女とおるときになってな、もしもしって、女なんですよ、うわ、え、もしもし、もしもし、何やこれ、電波悪いなって、ピッて切るときって、あるんですよね、あれ。ない。そんなことしたったらね、携帯ってあれ鬱陶しいですよ。いやまあそうやけどね、うん、大事な話してるときは特にね。そうそうそう、ほい、うん、でね、一回ね、どっかで飯食うてたらね、女と飯食うてたらね、その女の携帯はね入らないんですよ、うん、なんか知らんけど電波が弱いんかなんか知らんけど、うん、で俺のは入んねん。で電話貸して言われて一回貸したことあるんですよ、うん、でバーって電話してるときに「キャッチ入った」って言われて渡されたらこっついドキドキするんですよ。でも言われたら収まっていかんしな、収まっていかんしよ、あーって言ってパーってやって、まだ女なんですよこれが。あ、もしもし、もしもし、あ、切れた、プチッ、なんでやねん、切れてるの、なんでやねん、はっきり喋ってた。目の前の女はちょっとなんかちょっと疑わしい目でこう見られてる、見られてるわけですよ。もうね、大変ですわね。もうね、もう今始まったことじゃないんですけどね、万年不眠症なんですよ。また言っとる。もうずっとなんですよ。もうこれ一生つきまとうやろね。うん、ええやん、もうそれで。不眠症になったことない人はわからないでしょうけど、不眠症って寝んでええからええやんと思うでしょ。眠たいのは眠たいんですよ。でも寝られないんですよ。わかります？すぐ寝れる？いや、そりゃその日によって違うわ。そう、お前アホやからすぐ寝れる。俺はやっぱ頭脳労働者やから、布団入ったってね、いろんなこと考えるから寝れないんですよ。いや、それは知らん、それは知らんや、その個人差。ひどい時12時とかで。昼の昼の12時まで寝られへんねんて、地獄やで。でもそんなん自分が悪いねん。4時ぐらいに布団つくんですよ。で4時でこんなんなんです。で5時でこんなん。どう変わりないわ。そうでしょ。で6時ぐらいにちょっとこうなんだよ。ほんで7時でまだこんなんだよ。さっきの何やってんっていう感じでまだこんなん。ほんでね、8時ぐらいになってくるとね、ちょっと笑うんだよ。あんた狂ってるよ。ほんまですよ。でもそれがあんたの生活のリズムなんでしょ。ほら、俺がそばにおって見てたところでどないもできへんやん。そしたらちょっと変わるかも。嘘つけ。俺も嫌やん。なんだお前、寝つくまでこうやって見とかない。いやでもね、あのね、やっぱ一人やからっていうのはあるかもしれんわ。横に誰かおったらもうちょっと寝れるかもしれんな。いやそれは関係ないやろ。まあ これとかね、これのこれとかがおったら避け寝られへんちゅう。これのこれがこれやったんだけど、だから殺されるっちゅう。やっぱり一人寝が寂しい年頃。そんな言うたって、そんなお姉ちゃん山ほどおんねやから。お前そうでもないですよ、ほんまに。そうでもない。ほんまそうでもないですよ。うん、でもね、僕もっとモテていいと思うんですけどね。その割には知らんわ、そんなもん。その割にはそうでもないですよ。ビヨビヨやから。何やねん。何やねん、帰れもう。誰が来るよ、これ。何かっちゅう。ほんまね、なんかしないといけないですよ。何がですか。寝れるように。ああ、なるほど。催眠術とかないですかね。それやったら。あるんかな、そんな。違う、だからうちでやったらいいや。昼間オープニングで、その催眠術かけてもうて。うんうん、あ、で、お前の部屋に CCD つけて。お前そんなめちゃめちゃ気になって絶対寝られへんよ。 CCD 待ってんのに。だから眠たなんねやったら別にあろうがなかろうが。それは勘弁してや。ほな誰が確認すんだお前。恥ずかしいやんけ、うちの家なんか。そんなもう質素なお前。45畳ぐらいのとこやねん。いや構えへんや。あー思い出した。思い出した思い出した。そんなんどうでもいいわ。お前なんかもうあれやな、お前なんか豪邸家完成したらしいな。
何や、噂には聞いてるで。何のでかい声で。すんごいとこ住んでるらしいやん。すごいとこちゃいますよ。カメラ入ろう。入れよ。ちょっと見たいやんな。見たい。お前な、あかんあかん。そんな豪邸に住めるようになったんも豪邸ってこのファンの人たち。何拝んどんの。なあ、そんなもんお前あかんで見せな。何やねんな。それは見せなあかんと思うな。いやいや俺はもうそんなんよろしい。すごいんやろ。でもすごないわ別に。さあ、誰が言ったかな、展望台みたいなのある。何すんねんな、展望台なんか。なんか見てるらしいやん。何を見てんねんな。家族でない星見てる。見てないよね。うわーなんて、あーびっくりしたみたいな。何してんの、何してんの。全国の少年少女を更生させるため休日はもっぱらパトロールで大忙しだという松本さんに質問です。ありがとうございます。万が一街で親父狩りにやってしまった場合どう対処すればいいんですか。これはね、あの、まあ、俺はともかくお前はぼちぼち考えとかない。なんでもうお前も親父ですからね、完全に。なんでの、俺の違いはないわな、別に。違いがあるがな、お前ダブってるやんけ。ダブってる。いや、学年は一緒やったで、一応。ダブってるか、お前。5つダブってるやん。なんでや。5つもダブってたら、お前、わしいくつやねん。もうぼちぼち40や。それはもう親父ですもん。アホか、ダブってないって考えた方がいいですよ。そのうち親父狩りがありますから、ね、でもあんなもん防ぎようないやん。これどうしたらいいんですか、親父狩り、うん、じゃあまあ今日もいい話こぼれ話しましょう。いや、こぼれ話はええねん。本題に入れや。こぼれ話はええからよ。いいですよ、はいはい、親父。いや、親父見てる人もいますか。親父がまあ渋谷でもどこでもまあ歩いてますから、はいはいはい、若者がバッとこう囲むわけですよ、何人ぐらいですか。まあまあ、じゃあ10人としましょう。ね、わっと若者に囲まれた、うん、この時なんですけども、うん、10人も若者がいたら、うん、絶対おっさん臭いやつが1人はいるわけです。なるほど。それはね、その年に見えへん人もいますよ。そうでしょ、うん、絶対いるわけですよ、同級生に見えへんのが。そうそうそう、うん、そうでしょ、うん、そういうやつをまず探すんですよ、うん、なんだお前ら、うん、言いながら、うん、なんだお前らって探しながら、来るな来いとか言いながら、うん、その中で一番おっさん臭いやつを探して、お父さん。この世で一番の親不孝とは一体どんなことですか。ああ、これまたしんみりするようなね。あなたはどう思いますか。なんで世間一般アホはアホなりにどう思いますか。世間一般で言われるところでは、うんうんうん、親より先死んだりね、うん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 、そういうこと言うじゃないですか。ね、うん、それでいいですか。今のでいいですか。もう今ので記録残りますよ。記録に残るんですか。よく聞きなさい。この世で一番の親不幸は一体どんな。この世で一番の親不幸は何かということですよね。いいですか。今がすごくいいこと言うからみんな聞いておきなさい。この世で一番の親不幸はね、この世で一番の親不幸は何なのかと考えた時です。オッケー。今のちょっと泣くとこやで。こっち嫌やん。知らんやん、そんな。俺の予想予定ではな、うん、それを言うた時に、うん、もうスタンディングオペレーションが。スタンディングオペレーションがある。え、なんて言うの。ほんまなんて言うの。オペレーションじゃないよね。ほんまなんて言うの。ほんまなんて言うの。スタンディング何やねん。それ何
んていうの、なんていうの、もう本当ならフサミングオペレーションやめ、ちょっとごまかした、ちょっと言葉フサミングとかみんなわーって立ってこうやってほしかったんや。そうですよ。ごめん、ほんだらもう一回言ってくれる。ごめん、ちょっとごめん、分かりました、ごめんね、分かりました。じゃあちょっと待っててもらいますか。振りからですね、はい、はい。松本さん、すいません。あれ、何なんだ、全く何も知らん顔すんなよ別に話の続きなんやから、うん、どうしたどうしたどうした。これまで一番の親不孝って一体何なんですか。この一番の親不孝、はい、それを僕が言うたらいいの。はい、じゃあほんならできたら、まあ、あ、この世の一番の親不孝とは、この世で一番の親不孝を何かと考えたその時なんです。自分から、自分から1番2番3番ずっと来い、ビンタや。国家昨日ね、僕はあのあれですよ、あの見に行ってきました。何を言うの。あのデビッド・カッパーフィールド見に行ってきました。あのマジックの、マジックの、はあはあ、すごかった、すごかった。これはどこまで僕が言っていいもんなのかわからないですけどね。まあとにかく言えることはよう消えてたわ。いや、これよう消えるなこれ思ってね。いや、それはあいつの売りやんか。いやいや、まさか、いきなりあの何もないところからバーン出てきましたから。ほい、また消えては、また出てきて、また消えて言うて、忙しい男、忙しい男ですよ。デビッドさん、まだ旦那さん消えてはるで言われる。ただあの何個か僕は種を見えてしまいましたけどね。種を見えたというか僕の考えですけど。どっちやねんな、見えてへんやろ。いや、まあ、今から喋んのはお前の考えやろ。見えてないんですけどね。熱いでそれは、何、どういうこと。いや、あのね、なんで消えるかはこれは分からないんですよ、僕は。はいはいはい、これは僕も分からない、うん、でも一回ふわっと消えた時に、うん、客席の真ん中ぐらいにバーン現れたんですよ。消えてすぐですよ。それすごいな。これはすごいんですけど、うん、これはもう見破りました。なんで。あいつはね、双子ですよ。間違いないです。いや、これは笑うところじゃないんですよ。これは笑うところじゃないんですよ。これは笑うところじゃないんですよ。双子なんですよ。間違いないんですよ。すぐ言うのが僕を逆に分からしましたよね。え、アホ。違うわよ。すぐに出るということで逆にすごいやろうって言いたいがために、ここ早せなあかんねん言うてるんですよ、あいつら打ち合わせでね。で大阪弁、早した方がびっくりするから、早した方がええねん言うてるんですよ。でも早してしまったために双子ということが僕にバレてしまったんですよ。もうちょっと時間があれば、あ、もしかしたらなんかトリックがあるんだと思うんですか。あんなことありえないですよ。布をふわーってふわっと蹴ったらふわっとあっちに行くんですよ。もう絶対デビッド・デッパーフィールドですよ。え、それはどういうこと。弟ですよ。あ、弟はデッパーフィールド。デッパーフィールド、はい、これは僕がつけた名前ですけど。あ、定かでやんない。あと、あの飛び降るんですよ。わーっと、ふわーっと綺麗に飛び降る。それはピアノ線かなんかでやっとんのやろ。僕はまずそれで間違いないと思うんですよ。だってないんじゃないですか、うん、方法が。で、山崎も一緒に行ったんですよ、うんうん、あいつやっぱアホですよ。俺ね、最初冗談で言うてる思って、うん、僕分かりました、うん、あの宙吊り、うん、どうなってんのか、うんうん、どうなってんねんって言ったら、うんうん、なんて言ったと思う。磁石です。どこに使おうとしてるわけ。あいつな、やっぱ頭おかしいやろ。磁石でちょうどええ感じに飛ぶか。人間一人を持ち上げる磁石ならカッパーフィールド天井にガーン。おかしいや。
あの鉄のなんか下に突き込んでる言うんですよ。なるほどなるほど。でごっついでっかい磁石が上にあるんですよ。こんなカッパー浴びるとガーンなって、こんな照明とかもみんなぶきますよ。こんなカッパー浴びるとガーン照らされて、もう汗ダクダクですわ。もうまあ汗はええねんけど、助けて言いますよ。で前の客のカバンとか財布とかもバンバン飛んでいますよ。そうでしょ。マイク下のカバーもパカーンって開いたままですよ。古い古い。昔来た時なんか建物消せへんかった、あいつ。あいつ前も来てたん。前も来ててん。自由の女神やったっけ。消したよな、お前。誰や。いや今日来てくれた。全然知らない。接点あるんだ。スーツ着てるし。あ、そうなの。いや前もなんか、あ、向こうでやったか、あれは。いや自由の女神かなんか知らんけど消しとったんですよ、あいつ。それはほんまか。おお言ってた、外人。そんなもんやないって。ほんまに消えたら。でもみんな知ってんやろ、あのおっさんがそれぐらいのすごいっていうのは。一応ほら、いや俺ね、もうね、これもね、どこまで言うたらいいか分からへんけどね、うん、どうもね、桜臭いのは桜臭かったんですよ。自分以外全員桜やったんじゃん。いやほんま俺以外全員もそうなんちゃうかな。今日は松本清かな。ね、タイミング良すぎるんですよ。終わった後もスタンディングオーベーションですよ。オベーションですよ。なんでみんな、うわー、それもなんか示し合わせたように、周り俺全部立っちゃうんですよ。しゃあない、俺も立ってこうやって。立ったんかいな。なんかちょっとちゃうんちゃうかな、もう今は。別にいいやん。でもね、うん、一個はちょっとびっくりした。あ、そう。うん、最初に渡されるんですよ、紙を。うん、で、切り取り線についてて、8枚の紙にこう切るんですよ、うん、カードになるんですよ、これぐらいの。なるほど。8枚の。なるほど。そのうちの1枚だけが月の絵が描いてるんですよ。うん、あと全部真っ白なんですよ。うん、ほんでね、みんなそれ出せ言ってね、うん、で、あのこう扇状にして自分の好きなところに入れろ、うん、で、なんやいろいろ言うんですよ、うん、半分に分けて裏にしてもっぺん混ぜてなんや、うん、すげー言って、うんうん、これね、全員のね、当てよるんですよ。当てるってどういうこと。1枚目、じゃあ皆さん見ないでその一番上取ってくれ、うんうんうん、それは違いますね。2枚目、それも違います、うん、3枚目、これが月の絵です、うん、だからみんな、うわー言って、そこはもう3000人が、うわこれも、だからお前騙されてんちゃん。でも みんな桜でうわー言ってたから、なんか自分も当たった気になって、おー。いや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 、今だとかもみんななってんねんて。ああそう。山崎はなってなかったんですよ。山崎もお前どっかで道間違おうたんやって。そうですかねーって。あー、アホやから、自分当たってへんのにカッパフィールドに。何手振っとんの。どっち上げて欲しかったんですか。よう降りてくるんですよ、カッパフィールド。誰にしようかなみたいな。多分決まってるんでしょうけど、もうちっとあいつも恋してるみたいな。なんか指輪のマジックがあって、それも降りてきて、うん、藤原も行ったんですよ、うんうん、あの藤原が、うんうん、で、あの虫眼鏡渡されたんですよ、藤原。うん、ふわって見ようとしたら、おう、ノーってまだ分かる。なんでか分からへんねん。あれ多分間違おうたんやと思う。あ、こいつちゃうわって思ったんやと思う。そうでしょ。藤原、いやー言って娘にとって見よう思ったら、おう、ノー段取りちゃうかったんや、多分。ほんま怒ってたんだ。でもあんなカッパーフィールドの顔初めて見たわ。普通の顔も初めてやろ。まあカードのやつはほんまにびっくりしましたけどね。いやでもあんたの隣は来えへんかったわけでしょ。いやあいつ絶対もうおかしなことしてんねんて。ちょっと言われてアップアップしてたもんかな。ほんで最後もごっつって振って山崎、うん、カッパーフィールドに、うわー言って、ほんで出て行って連れて帰ってほしいんじゃん。まあほんますごかったよ、もううわー言って、ほんで出てきたらあんま面白なかったですよ。誰かあれかな、まあ、知らんわ、誰にも教えんわな、どうやって消えるかなんかな。消すやつはほんまに死ぬ前に、死ぬ瞬間でええから教えてほしい。ほんでね、レーザーでね、こうやって腹ビビビビビビって一回切りよるんですよ。まあさ、ほんまのレーザーじゃないでしょうけど、ほんでね、膜をこうやってやるよるんですよ。ほなね、もう切れとるんですよ。プルン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 動く。それどうなってる思う。
やられてるやん。もうあいつ、あいつにハマってるやん。まあ、ハマってるっていうか、まあ、ちょっとした虜ではあるけど。十分やがな。昨日でもね、うん、ちょっとあれですけどね、うん、あんな見に行くでしょ、はいはいはい、いっぱい人おるとこ、なんもう絶対ね、もうバー寄ってきてね、写真撮らせてくれっていうやつがいるでしょ、はいはい、で昨日もみんなね、しょんべん行きたいから我慢してたんですよ、うん、で終わってみんなでごっつしょんべん行きたいから、うん、トイレにバー、結構トイレまで遠いんですよ、うん、その間ずっとカメラ持ってね、写真撮らせてください、お願いしますよ、いつも見てるんですよって来るんですよ、絶対僕は撮らさないんです、うん、なぜか分かりますか、わからないならもういいです。変えないからね、じゃあ教えましょう。本当の僕のファンなら、うん、写真よりもまず握手を求めるはずなんですよ。知らん。でもほんまそうですよ、あのね、やっぱりね、本当に好きならまず触れたいと思うはずなんですよ。そうでしょ、うん、まず体のどっかに触れたい、それこそファン心理なんですよ。そしてその次にサインなんですよ。そしてその次に来るのが写真なんですよね。それも全部飛び越えて写真に来るというのはファンじゃないんですよ、ね、結局それを焼き回ししてみんなに見せたいだけなんですよ。まあまあそれは分かれへんけどな、お前がそんなことでどうすんねん。客今ちょっとビクビク引っ掛けてたんちゃうんか。ちょっとうーんって漏れてたんちゃう。女房役のお前がそんなことで。これ失敬。いやほんまですよ。ああそうですか。もうね、いきなりね、写真撮ってくださいね、もう大嫌いなんですよ僕。まあまあまあね。そうでしょ。うん。なんやねん。不感症やなこいつ。マグロ相方やな。あはあはビクンビクン来いや。ちょっと今、うん、とりあえず声出しとかなと。今とんでもないことに なってるって人づてに聞いたんですが、うん、どうなってるんですか。松本さん教えてください。これはね、何がやん。いやもうこれはもうだからびっくりするようなことになってますからね。ああ、もうだから客が聞いたらもううわあ、もう吐くものを散らすようにみんな出ていく。いやどうなってんの。いやどうなったかそれ言うともうみんなすごいパニックになるから。いや構わへんがな、もうしゃあないがな。なんでパニックになって構わへんがなって言えんの。何様やお前。すごいことになって客もカメラさんも構わへん、菅ちゃんもみんなおれへん。菅ちゃんもおるやろ。横の入江ちゃんぐらいで。なんでみんな出てんねん。なんで水戸に出ないの。これ守りたいんかい。これ守りたいから。いやだからどうなってんねんやっちゅう。まあまあまあ、じゃあ僕のケツですけどね。肛門がね。そんな誰もキャーって逃げていいでしょ。お前のケツがどうなろう。そんなん細かいこと知らんからよ。まだ何や、松本のケツがどないしたんやぐらいの人は思ってないでしょ、うん、でもそれがどうなってるかって聞いたら、うん、みんなもううーわーって言います。だからそれがもう嫌やから、僕も恥ずかしいから言わないんですよ。いやもう言えや、もうそこまで言うたらお前のケツはどうなってんのか言うてくれや。いやもう今日の空気ではもう僕は言う。もうダメダメ、俺が悪者になるわ。いや悪者にはなれへんがな。お前が勝手にケツがおかしい言い出してるだけやんか。なんやねんお前は。俺どうしてほしいねん。いやいやいや、それ言ってくださいよ。あなたの肛門がどうなってるんですか。あのな、お前な、なんでそんなことをな、お前がな仕切ってるかが俺は分からへん。この客のお前雰囲気見たら分かるやろ。今こんなこと言うてどうなると思うんでもないことぐらいは。ボケ、それやったら、いや分かるけど自分でめちゃめちゃ振ってたやんか。ああ振るさ、そらもうとんでもない振るよ。じゃあ僕がなんで振ったか言いましょうよ、うん、あんだけ何回も何回も、はいはいはい、わーっとすごいねと、それを合わしながら僕は何を言おうか考えてたんや。それ言うたらあかんわ。そんなん俺だって分かってるし。
別に。何でも聞いてもらおうや今日は。いやだからええわな別に。いやだからほんなもう教えたりな。何を教えるの。ケツがどうなってんのか言うたりな。ケツの穴がね、うん、あのねあのあれですわ星形になっとるんですわ。なんか中途半端やんか。そやろか。これはお前の責任やろ。なんでやねん。お前が滑らしたんちゃうの。なんで俺が滑らすねん。およしゃあお前ちょっと待て。何や振りの時にね分かんねん俺がって。何が分かんねん。あここまで強く押してるからあこれなんか持っとるなと。ああああああ外れやったわ。なもんな何もあるか。あったけどな途中でな怖かったんだよ。これ言うたらあかんわ。なんでやねん。中断場なってもうたやろボケ。お前の責任じゃ。なんでよ次おう次でこの手は2回は次そうこんなもんお前 ね, ねこんなこと何回もやってたらプロやからプロやからうんここで来とんねんもう17年目地ここで来とんねんまあここっちゅうかまあここやけどええわありがとうございます。電話で喋っているだけで相手の女が一回この人に抱かれてみたいと思わすトーク術をぜひ教えてください。ああなるほどね。あのね、うん、すぐね男の人はね女の人をこうなんかしようとするときに、うん、あの会話で楽しまそうとか、うん、相手の褒めたりとか、うん、そっちの方に行くでしょ、うん、でもね実はこれ大きな間違いなんですよ。内容なんてあんま関係ないんですよ。あらららあそうなんですか。結局ね女が持っているバイオリズムというか、うん、女のこのなんていうのこういうのがあるんですね。この上がる下がる上がる下がるがまあそれは男にもある。そうそうこの上がる下がる上がる下がるのこの下がる時が女が一番こう何ですかね気をほっと許してる時なんです。おそこをこうふわっとついてやるみたいな。なるほど。そういうやり方っていうのは僕はあるんですよ。あそれはよう分かるわ。いやそれはいらんそれはいらんその付き方を教えたってください。付き方付き方そこついてやるんでしょ。そこちょい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 って触ってやるちょいちょいちょいって触るの。それ何を触ってやり方教えてください。あのね、うん、なんて言うたらいいのかな。まあでもあなたは女役できますか。できますかちか俺しかおれへんねん。俺やるがな。あなた最近女役ばっかやってますよ。お前はやらしとんねんよ。どうしたらいいですかね。あのね女っていうのはやっぱりね耳元が弱いんですね。でもね耳をこう責められてもどうも思わない女なんていないんですよ。これは生娘でもそうなんです。だからそれはこちょばいだけですって、はい、だから、ね、耳元に吐息を吹きかけてやるような言葉なんですよ。会話の中でバイオリズムがこうしたいなときにわかります、はいはいはい、もし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 今何してたん。うんテレビ見てた。何のテレビ見てたの。何のテレビ見てたの。今日ニュース番組。ニュース番組どんなニュースなの。いやあの久米さん出てるあのほらこういう風にそれお前顔がおもろいだけやろ。電話ら言うてそれは目の前でそんな顔されたらお前、顔じゃないですよ顔じゃないですよ。何を言ってるんですか。あー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 あやこいつなんかなそんなああ言われて。いやほんなら騙されたと思ってやってみーな。やってみーって言うたってそんな今日お前家帰って嫁さんにやってみーなんて。今日は大変やったでそうすれば晩飯のおかずがもう一品増える。そんなんで抱かれてもええなとは思うんやろか。思いますって。女は耳が弱いんですから。いやそれは直接ここへやられたらそれはわかるけど、でも直接そこにやられた感覚をね女というのは恐ろしい生き物ですからね、こう覚えとるんですよ耳で。もお前直接あーって言われたことはないがな。あもう今ちょっと来たもん。嘘つけ。前日に来たもん。それはないや。
同棲でもやろ。やっぱり来るんですよ、これはね、あのね、あながちね、まあ、あの女の人今日いっぱいいますけどね、あの笑えないと思いますよ。そうなの？マジやから。いや、でもめっちゃ笑ってるで。笑いながらも、うん、上の口では笑っても。あおやろ。ね。お前古いね。下の口では。おっさん丸出しやん。あのね、はい、いいですか、うん、あなたゴルフにかなり自信がおありのようで。ケツ自信ある言うてへんやん。ねえ、ほいでね、うちのスタッフが言うたんですよ、うん、実はちょっと前に、うん、山崎と、うん、俺と、うん、ココリコと、うん、4人と、うん、お前一人でやって勝てるかって言ったら、このクソガキ勝てるって抜かしたんですよ。俺、ええ、俺のこと言うてない。話終わっとるかな。違うで、お前が1打打つのに、うん、おいらが4人で4打打つのでやって、うん、でお前が例えば4打で何なんていうの、それをカップインでしょ、カップインスタートせえやん、うんうん、ほなおいらはなんや、何回や、16回打って入って同点なんですよ。はいはいはい、そうでしょ、パー4やった時、ね、そう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 、はいはい、それでいけるかって言うたんですよ、うん、ほなお前は、あ、簡単やって言うたっていうふうにこっちには情報が流れてきてるんですよ。うん、そんなの言ってないよ。でもまあ勝てるやろうけど。どっちな。いやいやいや、それは勝てるでしょうけど。え、いや、お前らやろこんな。こんなやつには負けないですよ。ああ、確かにそんなんや。そんなんやけどやな。まあ、ええねんな。いや、いいよ、別に。ほんまに、うん、やるで。何がいいの。対決。そう、対決、対決やで。なんで対決や。4対1やで。負けたらお前死んでもらうで。なんでお前が負けたら4人でナイフ持って、あーグザッグザッグザッ、そんなまだあんねやったら俺も逃げれるわ。いやいや、お前がパターでこうやってスカーンっていった時、もう俺らガーッつかんで、ああまあそれなりの罰は用意させてもらうよ。お前らがほんなら負けたらどうすんねんちゃん。じゃあ俺ら4人負けたら4人がなんなんとしますよ。じゃあそうしましょうよ。いや、いいっすけど。うわ、この勝負に乗ってきてくれたことは嬉しいけど、その反面、ごっつバカにされてるってこと。国家来ますよ。来ますけどね、喋ってて、あ、急に途中で分かるんですよ。あ、あの人来てたんや。あの人来てたんや。まあまあまあ。ここにおったら。もう出てきたよから、もう自己アピールしてるの。俺を見ろと。なんならもう上がってこようっていう気持ちがガンガンさ。おっとろしい。マライア・キャリーやスパイスガールなどに曲を提供してきた松本さんにお願いです。はい。はいって。大変申し訳ないんですが、スパイスガールってめちゃくちゃ売れてるらしいな。誰それ。お前音楽番組やっててスパイスガールも知らんのか。何やのスパイスガールって。すごいらしいよ。あのね、何千万枚言うてたよ。あ、そう。900万枚とか言ってた。いや、お前何千万枚。ちょっと待って、何も知らんのよ。9000万枚、9000万枚やで、うん、すごいと思えんか。すごい、えらいふにゃちんやなおい。ちょっとカチンコチンで来いよ。
ダラダラやんけ。かまへんわな。いつ立てよう。あ、立ててや。大変申し訳ないんですが、はいはい、トークの時の出囃子にもう飽きました。大衆ってのはこんなもんですわな。新しい松本サウンドがバッチリ効いた出囃子を考えてきました。まあでも確かに飽きてきたという感はありますよね。本人もね。ほんなちょっと新しいのお願いしますわ。もう飽きたよ、ハガキ来てんねやからね。じゃあ録音しましょうか。ちょっとね、僕今回はね、はい、これちょっと夏メロ風に。はい、ちょっと懐かしいぞっていう、はい、先生お願いします。僕ね、ちょっとスタンド欲しいんですよ、すごく。ごめんなさい、スタンド。ああランララランラララン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 。これが、はい、ランララランラララン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 。何笑とんねん、真剣にやるよボケ。すいません、いけ。ランララランララランランラン。もっとこうね、なんか弾むようなデクレッセンドで言ってくれ。なんか一回一回付け足していくから。いや大丈夫大丈夫、いけ。ランララランラララン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 ララン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 めちゃ恥ずかしかったんだ。それじゃあ今のはもう撮ってますよね、はい、コーラスはもう撮ってますよね。あ、今のコーラスで、はい、今のコーラスで、はい、じゃあ行きますからね。お願いします。稲穂を揺れる恋揺れる。前奏でなんだ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 って言うといて歌が出られへんかな。大丈夫や言うねん。ほんまか。はいはいはい、頼むせえ。もう一回ラララからいきますか。はい、ラララララララから、はい、ラララララララ。稲穂も揺れる恋揺れる、私はタクシードライバー発車オーラー。待てよお前、タクシードライバーって何やねん。イメージやな、イメージ。発車オーライでしょ。ああ、分かるけど。そうでしょ、今何行くぞ。タクシードライバー今。それは発車オーライは分かるけど、私はタクシードライバー違う違う。分かった、じゃあそこ変えます。そこ変えます。分かりました。稲穂も揺れる恋揺れる、あいつはタクシードライバー発車オーライ、バックオーライ。ドライバー発車オーライ、バック出れるかオーライ。やってねんねん。カチマ、今週からの出囃子は聞かせますね。私はタクシードライバー発車オーライ、バックオーライ。
したら、はい、長い登場曲としてはちょっと長いですよ、はよせんみたいなところありますけど、でもあれわざわざ音つけてるんですよ別で。そうですよね、ですよ。これはあのまあまあスタッフの間では、はい、これはちょっとシングル CD 化、はい、これはあのマジでありなんじゃないか言うてたやつが袋叩きにお出ました。あ、風呂にが、まあまあそんなんでちょっと僕も考えてるんですけどもね。あ、そうですね、これはでも十分いけるでしょうね、この歌は。そうですか。いや、いけるんじゃないですかね。もう2番も僕の中ではどんどんいけるマジで。はい、ちょっと飲んだな。正体閉めてドア閉めて私はタクシードライバー。やっぱりタクシードライバー。正体閉めてドア閉めてどこのタクシー会社やねん。いいでしょこれ。いや、まあいいです。バンバンもう3番も決まってるんですよ。そうですね。ギアを入れて気を入れてギア入れて気を入れてですよ。いや、そんなことない。言われんでもやらなあかんねん。じゃあ自分で確認しとんねんやないか。そうですよ。まあまあそんなこともさておきですね、はい、今日は本当に皆さんかなり待ったと思います。これね、簡単に言うとまだ遅れてきとるわけですから。違うやん。なんでそんな嘘つくの。え、でも5時入りですよ今日。あなた何時に入ってる。アホか、俺の方が早かったっちゅうの。何時に入ってん。え、5時10分ぐらい。あ、もう遅れとる。待って、お前入ったら6時半やねん。もう本当あのこれ今日のはもうしょうがないんですよ。いや、なんでしょうがないの。いやいや、まあいろいろあって分からへんよ。ええ、もうほんま出ようと思ってたんですけど、まあびっくりしたらちょっといろいろ。ちゃんと来ない。まあまあちゃんと、いや本当出て、もうね4時ぐらいには家出るはずやったんですけどね。うん、なんで出てへんねんの。いや、いろんなちょっと急な来客とかも。そんなわけないがな、そないちゃうけえへんやろ。高田純次があのリジョイ持ってきたんだ。高田純次の相手してたんや。急に来られたからびっくりして。よう落ちるなぁ言うて、ほんで指にちょっとつけてピョンって。まあまあそらしゃあない。そらもうしょうがない。じゃあね、そらしゃあない。どうしましょうか。あの罰ゲームなんですけど、おたく罰ゲーム。覚えてはった。あ、覚えてますよ、うん、で今あのちょっといろいろ調べてるんで、やらなあかんことはなんとなくもう決まってるんですけど、ちょっと待って、調べてるってどういうこと。いや、あのお前は麻酔はどれぐらい効くんかって。いや、だからその人体にどないかなるとかそういうのはやめてえな、うんうんうん、麻酔かけるとか。でも麻酔なしやったら。いや、違う、お前は何をしようとしてんの。いや、僕はね、あなたのと付き合い長いですけど、はいはいはい、僕はあなたの腎臓とか見たことないじゃない。これもないかな。これもお前もないかな。こうやって見てみようかな。ズルズルっとこういってこう見てみたら。で、まあまあ。いや、嘘ですけど、そんな、まあまあ考えてるから、ちょっと待ちな、それは。はいはい。いや、だから人体的なことはやめてくださいよ。なんで人体にそんなこだわるわけ。いや、切ったりとかされたらかなんがな。お前、俺今日オープニングに思いっきりケツ見られてんねんぞ。いや、それと切るのは別やな。見られるぐらいええがな、そんなもん。まあそうなんですよ、うん、あ、今腹立ったんですよ。何が。こんなんは許されるんですか。いや、まだ内容聞いてないから。僕ね、車で一人で走ってたんですよ、うん、ほんならね、あ、なんか電話しよう思ってね、でね、脇に止めてね、電話してたんですよ、うん、ほんなら警察がボンボンって来てね、あ、ちょっと免許証見してって言われて、うん、まあそれはいいじゃないですか。ほんぱってね、免許証見したら、あ、松本さん、うん、あ、いつも見てるよ、うん、
ちょっと車の中調べさせてもらえる。タレントやん。疑われてるんですよ。ほいで、そうやねん、そうやねん、ほいでね、なやかんや言いながらね、もういや、いいさ、言えわ、言って調べて、別に俺見られて困るようなもんもないしって言うたらね、めちゃめちゃ5、6人来て、隅から隅まで見んのよ。なんでここまでせらなあかんわけって俺言うじゃないですか、はい、というのもさ、うん、この辺はね、b が多いんだよ。俺、b いや俺のどこが一番遠いじゃないですか。別に見られて困るようなもんないですよ。でもね、車の中隅々見られるのってなんか恥ずかしいじゃないですか。でも何もないんでしょ。ないですけども、ちょっと嫌なもんもあるじゃないですか。それは誰だってあるでしょ。あるでしょ、あんたも嫌なもん車の中に、うん、なんか嫁とやったビデオとか。ちょっと待って、俺はなんでそれをいつも積んでるの。あ、余震場あったとせ、家に置いときゃええやん。いや初めて会う現場でね、初めて会う人に、ああ初めてですね、言って、ちょっと待ってくださいやって言って、いやちょっと待って、なんでそんなこと見せないの。これうちら夫婦ですわ。この後嫁が上に来るんですわ。ケロ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 ないね。ないでしょ、そこまでするの、うんうん、だって全然不審なわけじゃないじゃないですか。もう知ってるわけやから、もうみんなのビジュアルアイドルなわけや。それをそこまでやるっていうのは、うん、いやでももしかしたらっていうのはあったんかもわからね。うっそー、うん、ややわ。いや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 言われても、なんか自分の車見られるのってなんか嫌ですよね。あんまりいいじゃないですか。何も出なかった。だって俺昔何やったかな、あれBM かなんか乗ってる時にそれを柳瀬かどっかで売る、うん、売る、うん、買うから売る言って、うんうん、それを査定するんですよね、はいはいはい、俺見てる前で女の子来てね、うん、女の子がね俺の車をこうやって査定しよるんですよ、はいはいはい、なんかねちょっと興奮したんですよ。マフラーをあんなにも何もしてないよ。マフラーどないすんですか。いやいや、これは正直言いますわ、ちょっと興奮したんですよ。あ、そうですか。ええ、うん、で、まあ一応電話番号聞いてまた僕が今度査定したったんです。やらしいな。私の高校でもいろいろと松本さんの噂が飛び交っています。そりゃそうでしょ。そこでそれが真実かどうか、本当嘘で答えてください。はいはいはい。松本さんはすでにブラジル人の女性と結婚しているらしい。これはほんまに。いくつの人も40。実際に39、来月40。どこでどう知り合って、何やったの。リオ。リオのカーニバルですね。日本語分かれへんやんか。関係ないですよ、カーニバルですから。カーニバルの時は関係ないやんか。実際問題、僕がリオのカーニバル行った時にすごいやっぱりちょ、何してんの。シャン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 ね。マーツーモロマーツーモロ。最初はいや松本やねん、ロちゃうねんって言うてんけど、向こうははいマーツーモロ、もうええわ思って、マーツーモロシャン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 。ほな今のまあ嫁ですよ、嫁が負けじとばかりに、これが気の強い女で気の上馬なんですけども、松本負けへんれーってシャン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 で、俺もシャンシャンシャン。気ぃついたらベッドの中。動物の飼育がとてもうまく、うん、数々の絶滅しそうな動物を助けてきた松本さんに、そりゃそうでしょ。こんな動物はいないですけど、
ケンゴロウの上手な育て方を教えてください。まああなたの俗にお父さんです。ケンゴロウはねでもね比較的育てやすいです。何でも食べるから。彼はお腹が減った時とかは大体髪の毛でも食べるから。でね、一番いいのはネスカフェの瓶みたいなのに入れておくのが一番いい。あと周りにバター塗って夜逃げれないようにして。すぐ夜逃げようとしますから。バター塗っとくともうトゥルントゥルントゥルン上がらない、うん、まあ朝までアホやからやっとるけどね。学習能力ないから。なんかまたツルーン滑って髪の毛あいてまた見たら8時頃になったらもう